いやまたまた録画ミスかましてもうたな。せっかく3部屋目ぐらいまでは制圧してたんだけど、20分ぐらい戦ってたかな。まさかの一時停止のままやったという。球場にまで入り込まれたわね。けれどこれは逆転の好機でもある。彼らをまとめて撃てば戦局は一気に覆る。起死回生の一手にかけるわ。みんな奮戦なさい。アドラステア帝国に勝利を。どうしようかな。玉座の間は固く閉ざされてしまったようだ。どこかで鍵を入手する必要があるな。さっきはちょっとレベルアップも兼ねてじっくりやるかということで、この部屋制圧して、この部屋制圧して、こっちに取り掛かったぐらいでその録画ミスに気づいて、いやー、言い直してるんやけども、一気に倒すか。どうせ後知れてるしな。あ、まずこの部屋制圧は絶対だから、さっきの通りでうまくいくかな。どうしたっけ。掃除に行くぞ。で、で、どうしたっけ。お前が妖怪だ。先生、奇襲、良いと思います。これ以上はもう無理だな。近づくのは難しいか。さっきこっち処理か。しかし、さすが寝るが来ました。活躍を抑えました。どうするかな。うるせえな。見直しもあります。
どうするかな。そう。本当にやられすぎちゃうかちょっと。今少しの力が欲しい。
見事だ。私がここまで追い詰められるなんて、正直に言って想像もしていなかったわ。先生の力を侮ったつもりはない。人間エガちゃんな。あなたたちは私の想定をはるかに超えて。全軍に次ぐ、一兵残らず玉座の間に侵入する敵を圧殺せよ。いいね。巻き返しが難しくなったわ。
戦場に立つ位置に覚悟ができた。さて大詰めだな。どうなんだろうな。ちょっと行ったますか。弓矢攻撃がどうなの。全部返されるか。返されるんだな 100% で。先生、あなたは今きっと私に勝てると思っているでしょうね。けれど私は絶対に諦めない。手足をちぎられようとも前に進む。偽りの女神を、それに従う者を打ち倒し、世界を取り戻すために戦う。セーロスは偽りの女神かもしらんけどな。あら、クリティカル出た。剣の装飾かっこよかったな。エガちゃんのここで途絶えるか。階段急やな。先生、勝者の務めよ。今の何の剣、弾あったよ。待ちなさい先生。今も各地で多くの人が殺し合っている。私を撃たねば戦いは終わらないの。あなたの、あなたたちの道は私の屍を越えた先にしかないわ。だからせめてあなたの手で。やっぱり斧の方やったな、多分。今の玉突きの。来週な。終わったか。あとは。レアを見つけたし。先生、お兄様、手紙を預かりましたわ。帝国の将が先生に渡せと。誰からだ。すぐに読んでくれ。それはヒューベルト。死してなお手紙をよこしたのか。この手紙を貴殿が受け取ったということは、私は死に、きっと陛下も。我が主が他者に下るはずもありません。貴殿に命があるのが残念でなりませんよ。さて、皮肉だな。生き残ったからには、貴殿には我らに代わって後始末をしてもらいたい。闇にうごめく不穏の者たちを打ち滅ぼさねばならないのです。モニカやトマシを覚えているでしょう。彼らの仲間は未だ残っています。女神の眷属と地上の人間すべてに深い恨みを抱き、復讐の時を待っています。もしも捨ておけば、いずれ彼らは未曾有の災いをもたらす。それは確実です。貴殿らがメリセウス要塞を落とした際、私は彼らが発する窓を感知しました。そこから割り出した彼らの、あれ、このルートシャンバラ行くんやったっけ。シャンバラの場所を別紙に記してあります。行くんだな。彼らは孫をことなきフォドラの仇。そのこと、夢夢を忘れなきように。最後に、来節で終了かと思ってたら、あと 2,3 あるな。じゃあ隠し部屋にて健やかにとは言えませんが、お過ごしです。隠し部屋の入り口はこの手紙を預けた者に伝えてあります。私は主の勝利を信じている。だが
信じた上で敗北した場合の策も講じる。貴様らが世を滑るというのであれば、この私の予想を超える働きをしてみせろ。それがエーデルガルト様への手向けであり、勝者の義務だ。ヒューベルト、これ想像で書いてる割には漢字は載ってるな。この手紙に書かれていることは、いや、真実なのであろう。そうであれば全てがつながる。至急レアとも話さなければ。私たちの戦いはまだ終わらないのだな。闇にうごめく者、その者どもを撃たねばフォドラに平穏は訪れない。モニカさんやトマシュさんの仲間ですのよね。私の血を狙ったのも彼らだったのでしょう。メリセウス要塞を謎の光で破壊し尽くしたのも。これ以上の話はレアを救出できてからにしよう。良いな。決定権渡さんくせに聞いてくるんじゃねえ。あなたが私を迎えに来てくれるなんて。耳がやや尖り気味。ないのですね。会いたかった、ずっとあなたに。セテス、フレ、あなた方も力を貸してくれたのですね。この子を支え、私を救い出してくれたこと感謝します。レア、嬉しそうだな。本当に本当に無事でよかった。これ以上同胞が失われるのは耐えられん。こうしてアンバルで再会できて、昔が思い起こされますね。ああ、懐かしいな。久しぶりにゆっくりと思い出話でもしたいところなのだが、実はな、レア、我々は帝国の者からではあるが、とてつもない情報を得ている。我々に敵対する闇にうごめく者の存在をついに掴んだのだ。女神の神祖のことも、このルートで闇うごのこと出てきたの、これ初かな。すべき時は過ぎた。すべてを伝えるべきではないかと私は思う。チラチラしてただけで。闇にうごめく者、女神の眷属と地上の人間を恨み、知ってるはずだよな。本当はこの三人は知らんの。君の口からこの者にすべてを語ってくれ。君しか知らないこともあるはずだ。わかりました。私の知る限りのことをお話ししましょう。古の時代より闇にうごめきフォドラの安寧を脅かす者たちがいたことは確かです。昔ネメシスという男がいたことは知っていますね。解放王ネメシス、女神より天帝の剣を授かった英雄とされた男だ。しかしネメシスはもともとは盗賊の首領、聖母を暴き神祖の亡骸を奪いました。しばらくのうちネメシスがザナドに現れた時、その手にはすでに天帝の剣がありました。邪神と戦うために女神様から授かったという神話は後から作られた話です。ネメシスがどうやって剣を手に入れ、なぜザナドに現れたのかは分かりません。ですが彼はその剣でザナドの民を、神祖の眷属たちを虐殺しました。そして彼らの亡骸によってさらなる力を得、なぜレアがほぼ実権を握ってるのに、その、盗賊風情のネメシスにそんな大それたことはできないはず。これ嘘ですよって言わんかったんだろうな。ネメシスに協力者がいたものと考えられ、当時も大掛かりな調査が行われたが、結果は芳しくなかった。その協力者こそが打ち消すほどの力がない間に広まってしまったんかな。そして今度は帝国軍を使ってフォドラを再び戦乱に陥れた。エーデルガルトさんは己の目的のために
一時的とはいえ彼らと手を結んだのですね。先生、シャンバラに行き闇にうごめく者たちを止めましょう。血塗られた歴史を、赤き谷の惨劇を繰り返させてはなりません。銀節の章、正解の節、光の届かぬ都。帝国は打倒し、レアは無事救出された。だが戦争の火種は消えていない。それを消し去るため、我々は闇にうごめく者の本拠だというシャンバラに向かう。どのような場所でどのようなものがあるのか何の情報もありませんのよ。フレンの言う通りだ。しっかり準備して進軍に備えてくれ。私も共に行きましょう。いくらなんでもそれは危険だ。長い監禁生活で体力も落ちているだろう。彼らは古より我らに敵対してきました。確かめたいのです、彼らの正体を。わかった。ならば止めはしないが、くれぐれも無理はしないでくれ。ずっと引きこもってたのに、いきなり遠出なんてまずいですよ。ベルナデッタ、囚われの身だったのを引きこもりっていうのはちょっと。レア様に負担がかからないようできる限りの配慮を考えよう。それは足で待っといたよな。そしたら担いで走って逃げるぜ。アスパル君だけは担ぐのやめてね。他の人に担当してもらいましょう。どのような敵現れるあっても私たち守り勝ちます。皆さんがいらっしゃればきっと大丈夫だと私は思いますわ。相手は長きにわたって尻尾をつかませなかった恐るべき者たちだ。次に何かを仕掛けられる前に最大限の警戒とともに攻め入ろうではないか。7月散策。ベルが部屋から出てる。ハンネマンはいい。あれ、後ろに。エーデルガルトさんが死んで、ようやくフォドラに平和が訪れる。それはいいんですけど、エーデルガルトさんに睨まれて窒息してた私の父がまたバーリ家の当主に返り咲いたんですよ。なんとかしてください。帰れません。それです、それしかありません。お願いします。一度ちゃんと話すべきだけど、話聞いてくれんのかな。本当に一般庶民をゴミカス扱いしてたんだろうか。ベルナデッタは言ってたけど。カスパル、ん？嘘だろ。親父死んだんだってな。いや、いいんだ。こっち来た時から覚悟してた。軍務卿、帝国軍の大将を務めてたんだ。それに帝国の全将兵の席を問わねえって約束で首差し出したんだろ。クソ強えじゃねえか。親父にしかできねえ喧嘩だ。俺先生たちと一緒にずっと戦ってきたけどよ、
強くなれてんのかな。親父みてえな強さが欲しいぜ。潔いとも思うし、もしかしたらすごい、もしかしたらというかすごいのはすごいけど、やっぱり死んだら終わりだよなとは思うな。責任の取り方な。あっちもこっちも物騒で、行商仲間も困ってるみたい。早くみんなが笑顔で商売できる時代になるといいんだけどね。闇ウボなんてもう潜んでるんやから、ね、お願いを聞いてくれない。まあ治安は悪いままだよな。まだ、いらっしゃいませ。戦争終わりました。はい、治安いいですにはまずならんやろうからな。ありがとう、こちらでよろしいです。ありがとうございます。またどうぞ。よく来たな、また来い。おい、うるせえな。レアは今眠っている。長い、しかもくれぐれも君に頼みがあるのだが。今回は一回も難しいのなかったな。唯一雑草あったけど、はじめに作ってたからな。みんなえらい隅っこにおるな。先生、変えようか。あとちょっと。また来てくれ。いえ、帝国なくなるしました。私ブリギット戻る可能です。しかしそのような選択肢ありません。帰る早いです。皆のため、フォドラ救う、ジャーク倒す、最後まで戦い抜きます。属国状態ではなくなったな、とりあえず。あら属国に戻る可能性がなくなったな。なんて思ってましたけど、フォドラに攻めてこんかったらいいけど。闇にうごめくものでしたっけ。彼らも長い歴史を持つみたいでしたけど、滅びる時はあっという間、そう思いません？あ、今のちょっと予言めいていて僕らしくない格好良さがありましたね。移りそうとも思わんかったけどな。実はまだ結婚相手も決めてないんだよな。カップリングは決めたけど、結婚相手おらんのんちゃうか今回。やれやれ。アドラステア帝国、1185年の歴史についに終止符が打たれたか。ウレスベルグの筋が完全に立たれたわけではないが、エーデルガルトが皇位を継承する時点で正当な皇位継承者は他にいなかった。彼女自身は血筋など関係なく、優秀な者が後を継げばいいと本気で言っていたがね。いずれにせよ、私の胸に開いた大きな穴はしばらく埋まりそうにないよ。誇りの一部だったからな。どうてや。エーデルちゃんが倒れた途端、手のひらを返すように同盟や教団にすり寄る貴族たち、彼らは本当に自分たちのことしか考えてない、ね、個人なんかな。それに比べて軍務卿だったベルグリーズ博は、領民のこともあるよな。戦争に加わった全ての将兵を許してほしいって、その話を聞いて
私思わず涙しちゃいました。カスパル君のお父様なんですよね。彼はどんな気持ちなのかしら。誇らしげだったよ。こんなとこかな。うん、よし。そしたら一旦ここまでかな。